最速のお笑い番組、せーの、毎日大喜利プロデュースバイ au。 やったー。さあ本日はコント大喜利スペシャルということで、はい、こちらの2組に来てもらいました。お願いします。はい、というわけで、ネルソンズ、はい、トリオでは初か、はい、まんじゅうは来てくれてたよね、一回来て、結構前よね、でもそれもね、結構前に来て、そうだよね、その後呼ばれず、ごめんごめん、今日はでもあの時とは違います、コント大喜利なんで、ね、聞きましたよ、ね、はい、フィールドですよ、そうでしょ、実際でも3人の中だと、はい、岸は大喜利強いよね、岸はあの下ネタ大喜利が強いです、下ネタあんまダメなんだ、特殊なのよ、青山ってどうなの、この大喜利脳というのはないですね、ないんだでもだけどこのコント大喜利だったらちょっと、うん、まあこっちの方がやりやすいかなって、まあ、青山がネタ書いてるみたいな、あ、そうなのか、一応青山がネタ書いてるんだね、あと演技も上手いんでまあここで3人いるからまたこういろいろ配役もね、はい、遊べると思いますんで、はいはい、こちらも初登場ビスケットブラザーズです、おはようございます、おはようございます、あ、東京に来たんだね、そうです、4月から、はい、もうここはキングオブコントチャンピオンですから、ありがとうございます、はい、まあ実力は絶対あれでしょうけど、え、大喜利はどうなん、まあ、この番組自体はあのお酒飲みながら見るっていうもの、はい、結構、はい、酒飲みながらでちょうどいいやつでしょ、これ最高ですね、ほんまに最高です、そうか、東京来たばっかでしょ、はい、どうなの東京の居心地は、家の近くで、うん、結構のどかな場所やったんですけど、うん、なんか若者になんかうわ口笛鳴るわやって言って囲まれて最悪だよ、先が囲まれんだよ、最悪じゃん、最先がほんまに結構よ、結構なるおさんに間違えるって口笛鳴ろうって東京ではずっと昔からうんこデラックスって言われてた、うんこデラックス、うんデラ、うんデラって言われてた、あ、そうなのね、ちょっと泣きましたほんまに泣いた、はい、それでは今回コント師2組に集まってもらいましたので、コント大喜利にチャレンジしていただこうと思います、はい、そして今回は LED パネルがあるスタジオということで、背景にその状況に合った写真とかイラストが出ますんで、ちょっと見てみましょうか、例えばこういうのが出ます、すごい、すごいな、やっぱ雰囲気出ます、大画面やな、はい、なのでまあこういうところもいろいろ見て使ってくれてもいいですし、はい、その感じで行ってみましょうか、最初のお題こちらです、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは、ほー、一つのお題で芸人たちが大喜利を行う毎日大喜利、月曜から金曜は完全版の切り抜きショート動画で配信しております、そちらもお楽しみに、各お題終了後には皆さんの回答の中からしばずベストを発表しますので選ばれるように頑張ってください、はい、お、早い、ネルソンズ思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは、教育実習生の青山です、で後ろにいるのが僕の生命エネルギーです、スタンド使いなるほど、これは奪われるね、思春期は絶対にこんな一番好きですか、ね、こんな一番好きよスタンドの方が小柄なんだ確かにいいね、はい、はい、ビスブラー行きましょう、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは、あの僕たち二人で国語を担当させていただきます、あの本当にみんな仲良くしてね、うん、よろしくお願いします、まさかのツーマンセルですまさかだねまさかだツーマンセルツーマンセル敵でいるもんね敵でいます、はい、ともしげさんいきますか、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは、じゃあ、今日はみんなに教育実習生の先生紹介します、じゃあどうぞ、今日から皆さんと勉強させていただきます石原さとみです嘘じゃん嘘は違うよっていう名前なの名前同名同名ってことね、さとみっていうタイプの男の人だったっていう、いやいや、なんでその出し終わって話し込まなきゃ分かんないんじゃダメなの同姓同名なんですよ、いいね、同姓同名ですよ、安心してくださいみたいな言わないですはい、ネルソンズ、はい、2人行く、2人で行く、あ、2人で行く、2人で行くパターンもある、確かにこういう手もあるか、そうか、トリオだね、そういうのできるんだよな、変幻自在だ、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは、それでは教育実習生の先生が来ていただいております、どうぞえ、わらわですはい、見ての通り酒飲んでます。ダメだ。ダメだ。
なんで心奪われるこんなやつ。奪われないよ。騎士の甘神気になった。気になった。振り分けバレないですよね。言わなきゃバレない。騎士の甘神気になったな。ギリッギリよ。言わなきゃバレない。教育実習生ね。それでは教育実習生の教育実習生のみんな笑い耐えてたよ。空気読んでみんなが耐えた。ギリギリ耐えたね。優秀なスタッフさん。ありがとうございます。やり直すかって思ったけど。耐えた耐えた。はい、じゃあネルソンズ今度はこの2人だ、はい、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは。じゃあ自己紹介お願いします。せーな、自己紹介お願いします。でまた思春期なんでなんでなんでこっち側が先生なのこれ開けてろよ思春期はい、ビスブラちょっと一人でいきます。一人で行く。思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは。あどうも本当よろしくね、元木大輔さん本人似てる似てるな似てるわなんで食うんだよ本人元木がなんで教育実習で食うんだよはい、じゃあ金ちゃん。あ僕も一人で行きます。一人で行ってみる、はいはい、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは。僕も昔はやんちゃしたんでみんなの気持ちは分かります。あと実家はラーメンです。あの極戦の熊は本人です。本人だいけるわき、わきさんだ。あの子役オーディションみたいなやつによく写真載ってる。あるある。はい、騎士。はい、じゃあお願いします。3人でいきますか。はい、3人で、はい、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは。教育実習生の岸先生です。はじめまして、岸です。僕は東京で3回ほどセクシー女優とすれ違ったことがあります。マジいや、ずるいな。顔で和田の顔ででもこれ言われたら中学生確かに、ね、心掴まれるな。あ絶対東京に行こうって思うよ。はい、そこまでです。終了。柴田さん、え書いてるんですけど、え、はい、原田これ、まあ、ちょっともうここでもできるんですけど。あ、いいよ、ちょっとやる、せっかくだから、はいはい、思春期中学生が一瞬で心奪われた教育実習生の自己紹介とは。あのアンルイスと桑名正宏の息子です。ミュージ本人。ミュージじゃん。ミュージ本人。一緒やん。思春期。何でもいいのこれ。思春期中学生ミュージ刺さんだよ。そうですね、ベストネルソンズ岸野から、東京でセクシー女優と3回すれ違った。これはもう田舎の中学生なんてもうマジで。次のお題参りましょう。お題こちらです。学校の屋上からどうしても伝えたいことを叫んでください。はい、なんかねこういうのあります、未成年の主張とかみたいなね。あ、早い。まんじゅう。学校の屋上からどうしても伝えたいことを叫んでください。みんなちょっと聞いてほしいんだけど、僕はこの学校が大好きです。素敵素敵これ V6 がこうやって走ってくる。いやこの子すごい素敵な子、はい、えらい緊張して、はい、じゃあ原田。はい、2人です。2人でいきますか、はい、学校の屋上からどうしても伝えたいことを叫んでください。皆さん、夏休み始まりますけれども、浮かれないように対策をしてですね、結構スポーツドリンクでもしっかり飲んで、こう体調を崩さないようにしてください。校長先生は屋上でも浮かれない。確かに浮かれてないね。身の丈にやってますね。そうだね、はい、校長としてやってるじゃん。はい、はい、岸。はい、そうです、岸です。そうなんです。お前誰だ。そうです、岸です。岸が行きます。学校の屋上からどうしても伝えたいことを叫んでください。みんな電車に乗っててお腹が痛くなってトイレ行きたくなった時あるよね。でもそんな時、小浜東大前駅だけでは降りないで。小浜東大前駅、西口にも東口にも
トイレないよ。そうなの？そうか。これないんすよ。ないか。はい、やっちゃったことあるの本当に。あ、そう。西と東でえらいまた遠いしね、あれホーム長いんで気をつけてください。危ねえ、気をつけないと。はい、まんじゅう、学校の屋上からどうしても伝えたいことを叫んでください。あのごめんなさい、みんなごめん、あのちょっと私に時間ちょうだい、ごめんね。女子だ。あのうん、あのうん、好きなギャグをやります。勇気あるな。いきます。めっちゃ勇気ある。ごめんね、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。なんでなんの、みんな、なんでなんなの。恥ずかしいよ、恥ずかしいよ。好きだけど、どうしてやりたくなったの。ともしげさん出ないか。出ないな。まあまあ、出ないことがあるから毎日やってるから。毎日やってるから。原田、学校の屋上からどうしても伝えたいことを叫んでください。あの面白いと思う時期もあって、エロいと思う時期もあって、で面白いがまた来て、やっぱりエロいなが来て、面白いのが来て、今は悲しもいがエロいと思うタイミングです。知るかよ。面白いって何。面白いが分かんない。面白いが分かんないな。基本ずっとエロいんじゃないの。いや、たまにやっぱ楽しもいさん面白いと思うタイミングあるじゃないですか。まあ、エロい超えすぎてて、まあ、確かに。今はシンプルにエロいと思う。キャラいいな。はい、終了。はい、ベスト和田まんじゅうのこの学校が大好きで。なんかすごい素敵でした。素晴らしかったです。素晴らしい、うん、はい、それでは次のお題参りましょう。お題こちらです。チャンピオンベルトを奪取したレスラーがマイクパフォーマンスで初告白、その内容とは。お、はいはい、まんじゅういきますか。はい、チャンピオンベルトを奪取したレスラーがマイクパフォーマンスで初告白、その内容とは。ようやく、チャンピオンになりました。いいか、お前らや、お前らに、一個言っときたいことある。俺は、壊した椅子、毎回買い取ってます。あ、そうだったんだ。知らなかった。買い取ってます。それだけ覚えとけよ。買い取ってます。原田、チャンピオンベルトを奪取したレスラーがマイクパフォーマンスで初告白、その内容とは。ケーキ屋さんになりたかったのによ。意外。そうなんだ。今言う。意外っすね。負けた方悔しいな、ね、負けた方はもうちっちゃい時からプロレスラーになってから。じゃあさ、金ちゃん行きましょうか。はい、チャンピオンベルトを奪取したレスラーがマイクパフォーマンスで初告白、その内容とは。今日は、15本で相手との蹴りがついて、まあ、このリング上がるためにこうしっかり髪を染めてブリーチして金髪にして、リングの上にいるより美容院にいる時間の方が長いです。知らないよ。そっちの方が長いです。金ちゃんが律儀にマイクロスイッチ入れたのかと思いました。やめてください。僕も思いました。僕もかわいい。僕もなんと入れてすぐちゃうわと思ってオフにしました。どっちでもよ。いいよ別にどっちでもいいんだけど。ちゃんと入ってさ、なりきってるから。みんなうまいよね、その試合後の息遣いが。そんなコントの人やっぱうまいよね。うまい。前振りがすごいうまいんだよ、なんか。まんじゅうとかめっちゃうまいんだよな、なんか。なんか人の回答でやりたいですね。ああ。コントで、はい。自分はちょっとなんか迷い出ちゃうんで。人のだと思いっきりいけるんで。なるほどね。はい。おう。騎士の。いける。騎士のやつを、はい、まんじゅう代読で。嬉しいな。チャンピオンベルトを奪取したレスラーがマイクパフォーマンスで初告白、その内容とは。皆さん、ありがとうございます。ようやくチャンピオンになりました。実はですね、僕がプロレスラーってことを、親はまだ知りません。そうだな。うっす。うっす。言えよ、この後、ね、この後言えよ、言えよ、チャンピオンになったよって。はい、ともしげさん、俺も和田にやってほしい。和田大喜利、和田やってほしい。和田大喜利。
チャンピオンベルトを奪取したレスラーがマイクパフォーマンスで初告白。その内容とは、厳しい戦いでした。パートリー多いな。正直ね、心も折れる、ところもありました。でもね、みんなの応援で、何とか勝つことができました。そして最後これだけは言わせてください。私、童貞です。ごめん、なんでなんだ。よかったと思うんだけど、悪くはないよ。あのタイプだな。あ、俺すごいな、大人気。すごいね、本当に試合したぐらい汗出てきました。チャンピオンベルト奪取したレスラーがマイクパフォーマンスで初告白。その内容とは、本日はご来場いただきありがとうございます。なんとかね、チャンピオンなることができました。でね、これだけは伝えたいです。皆さん、これだけは伝えたいです。ジャイアントババ、生きてます。うそ、うそ、生きてます。マジ、はい、本当、はい、一昨日やりました。一昨日、はい、はい、終了です。大喜利する前のレパートリー多いっすね。すごいね。ね、毎回違うこと言ってるしな。あのレスラーがいいな。ね、じゃあベスト原田の回答で和田大徳のジャイアントババまだ生きてます。これ面白い。衝撃だもん、ね。衝撃よ。多分本当の会場うわーってなります、ね。次のお題参りましょう。お題こちら。こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ？わら。来ました。なんかベタな感じのお題。ベタな感じの。うん、はい。はい、来ました。ネルソンズ。こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ？お前がやったんだろ、おい。なあ、お前がやったんだろ。なあ、お前なんと、お前昨日の10時に何してたんだよ、おい。ちょ、お前昨日の10時に何してたんだよ。ちょ、お前やったんだろ。なあ、ちょ、お前ちょ、今日泣きすぎ。泣きすぎ。聞かなきゃ、まずは。取り調べだから。お願いします。ああ、いい絵だ、いい絵だ。本当、本当だ、本当なんすじゃん。すごいな。こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ。おい、腹減ったろ。はい、食えやもん。え、あ、甘い。カツ丼じゃなくてティラミスが出る。いいだろ別に。別にいいじゃん、ティラミスが出た。結論がいいじゃん、やっぱね。はい、はい、水村、はい、こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ。お前がやったんだろ。いや、それ別にやってないっす。まあいい、長くなりそうだ。カツ丼でも食うか。親子丼でもいいっすか。親子丼もあるけど、つゆだくも一応できるけど。親子丼でつゆだくできるんすか。牛丼も、これ牛丼も、牛丼もあるんすか。盛り上がってしまう。盛り上がってしまってたな。盛り上がってしまってた。ダメなのよ、盛り上がってっちゃう。はい、まんじゅう、はい、こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ。お前がやったんだろ。お前や、ちょっと休憩だ。はい、ああ、ああ、カツ丼だ、食え。いただきます。一口ちょうだい。やだやだやだろ、そんなやつ。頼めよ、自分自分で頼めよ。友達でも嫌な時ある。あ、ビスブラいきますか。こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ。お前がやったんだろ。やってへんって。証拠なんかどこにもないやろ。お前、証拠はなあったんだよ、現場にな。このナイフが落ちてる。警察の方がお尻の穴から証拠を出す。警察の方がってなんだよ。犯人とかの中隠すみたいな。ビスブラのコントっぽいな。方が尻に入れてる。はい、デルソンズ。こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ。おい、斉藤はお前がやったんだろ。あ、和田です。おめえが殺したんだろ。あ、いや、万引きで来てます。そうだ、お前コンビニでやったんだよな。あ、いや、スーパーです。この部屋違うくない。上との連携が取れてない。取れてなさすぎる。全外ししてるじゃん。ビスブラ、こんな取り調べは嫌だ。どんな取り調べ。あ、まあじゃあ行った、飯にするか。
発音でいいか。ああ大森か。ああもしもし、カツ丼の大盛り一つと、あのイタリアンカツ丼にチーズ乗せて、あのご飯なしで。カツ丼に飽きてるっぽいし、ダイエットもしてるっぽい。嫌だね。ガツイ刑事がそんな嫌だな。はい、終了。ベスト、原田の警察の方がお尻の方から知る。警察の方ですからね。警察の方がっていうのがなかったですね。それでは次のお題参ります。お題こちら。地球にやってきた UFO から宇宙人が降りてきました。人間は敵じゃないということを何とかして伝えてください。はい。あ、早い。青山。あ、一人です。はい、はい。地球にやってきた UFO から宇宙人が降りてきました。人間は敵じゃないということを何とかして伝えてください。伝わんねえか。日本語ダメか。違う。どうしよう。な、バカだな。リアルだな。何語伝わん。とりあえずこの QR 読み込んでもらっていい？ LINE 交換。一旦とりあえずね。とりあえず LINE 交換。今どうこうはちょっと無理っぽいもんね。前振りの演技面白すぎる。面白いね。なんか リアル効果もね。日本語ダメか、無理か。はい、ビスブラ。地球にやってきた UFO から宇宙人が降りてきました。人間は敵じゃないということを何とかして伝えてください。この後多分こっから宇宙人さんがふわー出てくるんで、出てこられたら皆さん大きな拍手でお願いします。では宇宙人さんです、どうぞ。前説あり。前説で言った子はあなた。ね、改めて説明しとけば盛り上げて、みんなうわってなんないから盛り上げてよ。なるほど、確かに。いいね。はいはい、じゃあ岸。地球にやってきた UFO から宇宙人が降りてきました。人間は敵じゃないということを何とかして伝えてください。いやー、これほんといいボディ使ってますね。え、これ何なんだろう。これすごい技術だな。これあのよかったらうちの研究チームで働いてくださいトヨタが使うと。ちょっと触れたいは無理。岸は無理よ。岸がちゃんと今日触れさいは俺出せないよこれ。ちょっと今回はダメだ。はい、わら。はい。地球にやってきた UFO から宇宙人が降りてきました。人間は敵じゃないということを何とかして伝えてください。いや、ま、ちょっと待って。いや、マジで敵じゃないっす。いや、マジで。うまいな。マジで見てください。マジで、おい、敵じゃないです。目力。意外とこういうことになるのかな。もうどうにか伝えようと思ったらもう、はい、マジだよっていう、はい。金ちゃん。地球にやってきた UFO から宇宙人が降りてきました。人間は敵じゃないということを何とかして伝えてください。あ、宇宙人さん、ちょっと待ってください。一回紹介したやつがいるんです。ちょっとこいつです。はい、宇宙人ちょっと待って。うわー、よかったよ。怖かったっすよ。怖い人かな。めっちゃいい人そうじゃないですか。嬉しいわ、ほんまに。コモイ力日本代表のやつを当てがう。なんでそれ。そんな言葉だ。コミ力日本代表。はい、終了。うわー、これちょっとね、ベスト青山のとりあえずライン交換。はい、これはちょっとその前段の芝居からちょっとおもろかったよね。あそこよかったね。なんかコント大喜利ならではというか。日本語無理か。いや、素晴らしかったです。はい、次のお題参りましょう。お題こちら。テラサに100万人の大行列、一体何があった。この題一組一回答で終了で、はい、時間の関係でね。3回答で終わり。これだってやつを。一等ってなるとちょっとね。急にグッてなるやつ。急にグッて。一旦バットをやってみるってのもあるよ。じゃあ、はい、じゃあ、はい、行こう。テラサに100万人の大行列、一体何があった。はい、10万円。はい、10万円。すごい。はい、10万円。また前澤の金配り。ま、なんでテラサでやってんの。はい、ビスブラ。テラサに100万人の大行列、一体何があった。うわ、すごい行列。これ何の列ですか。
コマンモス生まれたらしいですよ。コマンモスが世界中から来るな、これは。まず、大マンモスがいたのを知らなかった。そりゃ来るわ。やめとこう。和田からやめとこうって言いました。小さいやめとこうがここまで来ましたよ。やめとこう。あ、いきますか、ともしげさん。テラサに100万人の大行列、一体何があった？これ、何の行列なの？あ、これね、誰でも徹子の部屋に出れるって。嘘だ。そんなわけないよ。そんなわけないよ。いい相方。終了。はい、というわけで、このお題のベスト、そうですね、ビスブラの、はい、コマンモス生まれたらしいですよ。コマンモスっていうのがね、いいですね。毎日大喜利、本日は以上で終了です。皆さんありがとうございました。